皆さんこんにちは、太陽です。今日はですね、またまたあのキャノンデル横浜ベイサイドに到着、着きまして、まあここに来たということはもう皆さんお分かりだと思うんですけれども、これからキャノンデルにまた試乗をしたいと思います。前回あのキャノンデルのCAD 13に試乗ができたんですけども、今度はあのスーパー6とトップストーンに乗りたいと思います。はい、CAD 13がかなり良かったのでね、スーパー6もかなり期待できるのではないかと思いまして、はい、すごい僕の中ではかなり楽しみになっております。で、今回僕以外にも何人か友達連れてきているので、まああと3人いるので、まあその4人で試乗したいと思います。はいはい、どうも。ああ、びっくりしたいつからいた今カメラの向こうにクラシックが走って、そっちに目を取られてたら気づいたらいた。はい、どうも。太陽サイクリング TV アシスタントに就任しました山形凛太郎です。よろしくお願いします。今回はいつもの匠さんとエディさんに来てもらってるので、そうですね、はい、これからじゃあ試乗に行きたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、で、匠さんが乗るのが、キャノンデルのスーパー6エボー、スーパー6エボーかスーパー6エボー。コンポーネントはシマラのアルテグラがついています。かなり速そう、てかめちゃめちゃ軽そうあの匠さんが結構パワフルなのもありますけど、指一本で持ち上がるっていうすげえ軽そうだちょっと僕も持ってみていいですかあ、やっぱ軽いっすねめっちゃ軽いわ重サイズによっては軽い。これ54サイズなんで比較的大きめなんですけど、それでも全然軽いですね。しかもまだまだ軽量化の余地がありそうなパーツ構成になってるからホイールとホイールとかハンドルとか、まあ、ハンドルはなんかもともと良さげなやつがついてるから。かっこいいな。ちょっとリンタロウさんもこれ乗るので、僕の身長からすると多分たくみさんのサイズ若干でかいので、そっちに乗ろうと思います。ただこの色はかっこいい、この紫すごいかっこいい。ちょっと変更っぽい感じ。若干なんかマジョーラはかかってないけど、なんかここがグラデーションになってるんですよね、うん、ここは黒からだんだんこう紫に変わるみたいな感じで、なかなかいいですね。かっこいいなこれ、色が素敵これが、エリーさんが予約した、なんだっけ、キャノンデルのクイック、なんだっけ、クイックネオ見ればわかりますか、 E バイクになっておりますいやでも E バイクにしてはすごいスッキリしてて、僕はかなり好みですね。バッテリーがわかりにくいというか、すごい非常にスタイリッシュになっております。これもちょっと乗れたら乗りたいなと思っております。はいやっぱキャノンデルのクロスバイクもかっこいいですね。はいはい、これが僕が今回試乗するキャノンデールの、トップストーンカーボンレフティになります。はい、トップストーンは僕乗ったこと実は以前あるんですけれども、今回フロントフォークがキャノンデールのお家芸ともいえる左側にしかフォークが1本しかついてないっていう、レフティがついたバージョンになりますね。だからもうフロントにもサスペンションがついてて、リアにもそのキャノンデール独自 のサスペンションがついてるので、もうオフロードでは無敵なんじゃないかなっていう、そういうグラベルロードになっております。コンポーネントはシマノの GRX がついております。ギアでかっ坂が来ても全然大丈夫。タイヤは 47C ですね、多分 27.5 インチだと思われます。ここのサスペンションがこうちょっと動くことによってすごい乗り心地がいいんですけど、さらにフロントにはもうマウンテンバイクみたいなサスペンションレフティがついております。いやもう最強クラスのグラベルロードと言っても過言ではないでしょうか。もちろんディスクブレーキです。はい、緑色にちょっとパープルっぽいラインが入ってるのがなかなかエロいですね。はい楽しみですね。これが一応、僕が最初乗る自転車になります。はい、はい、これが、リンタロウさんが予約したキャノンデールのスーパー6エボになります。チームカラーですね。なんかチームカラー少し派手になったかな、若干かっこよくなった気がする。
さっきたくみさんのやつとコンポーネントは同じアルテグラがついている。まあ色違いになりますね。こっちが確か50サイズか51サイズか忘れたけど、そこら辺のサイズだったので、まあ僕が乗るならこっちだと思うので、あとでちょっとバイクチェンジしてインプレッションしたいと思います。正直視聴者の皆さんにとってはこっちの方が気になるんじゃないかなって方も多いと思うので、はい、しっかりインプレッションしたいと思います。それにしてもチームカラーかっこいいな。はい。それでは行ってみましょう。じゃあまずトップストーンカーボンレフティーからいきます。いるぜ。ギアがめっちゃ軽いけど。そうか、こいつフロントシングルか。今更だけど。軽い軽い、も持ったら軽いけど加速は軽い。いや違う違う、逆逆逆、持ったら割とスーパーシックス乗れたら重いけど、走り出すと軽い。なんだこの安定感は。軽いんだけどスムーズなんだけど、すごいなんか路面のデコボコが全然伝わってこない。なんかマンホールこういうのがすごい気持ちいい。ほらこれマンホール見つかるじゃん。どうどうどう、ある気持ちいい。あ、ハブさんごめんね。あ、信号赤になっちゃった。終わります。なんだろう、当然だけどドマーネを超える安心感。ドマーネも結構安定してたけど、やっぱりグラベルロードのこいつには安定感。まだちょっとそんなデコボコした道進んでないので、サスペンションのあれは分かんないけど、とりあえず段差の声はやっぱ相変わらずこの子はスムーズですね。僕のマウンテンバイクの居心地いいかもしれない。そりゃそうか。いや、はいはい、これで通勤してえわ。注意する場所さえちゃんと確保したら間違いなく最強の通勤棒だ。やっぱタイヤが 47C あるんで、もう段差って何みたいな、そんな感じ。で、なんだろう、こうひとたび加速すれば、まあもちろんロードバイクもそれには劣るんですけど、かなり加速してくれます。フロントがシングルだからギアチェンジが楽。こうフロントがアウターかなインナーかなとか考えるまでなく、ただ落とすだけでいいんで。街乗り最強だこれ。こういうとこまず走っても全然大丈夫。レフティーってかさ、前差しがついたポップストーンは本当にすごいよ。いや、グラベル走りたい気もするけど、普通にこういう道路とか走っても全然いいよ、ね。素晴らしいね、これ。動物園だか。これ撮って OK？ 撮って OK？ 撮って OK？ はい、行きます。行くぜ、ヒルクライム。サスペンションロックしよう。サスペンションロックして登るぞ。登るね、トップストーン。これどっち行けんの、これ。トップストーン登るね。石畳でも全然大丈夫。あれ意外と長いじゃない、この坂。
ちょっと今度は軽度数字に行こうかな。ああ、男子が見ていたよ。ちょっと前半通しすぎて疲れちゃった。石畳でも全然大丈夫。一旦降りてもう一回登ってくか。今度は僕がスーパーシックスで、凛太郎さんがトップストーン乗るっていう感じでいくか。油圧ブレーキは下り坂でこそ心配なんです。いや下半本当に握りやすい。僕のロードバイク全部このフレアにしたいぐらいですごい握りやすい。いや下半握りやすい。じゃあバイクチェンジ、今度は僕が。軽いな本当にこいつ。あのスーパーシックス持った後だと重く感じるかも。うん、確かに。てかいきなりさ昼くらいちょっとこの子かわいそうだな。後で普通の道も走ってあげてよ。ちょっとねじゃあ今度はトップストーン。じゃあ僕は次はキャノンデールスーパーシックスエボン乗ります。交換してもう一個。交換してもう一回行ってきます。おかわり行ってらっしゃい。はい。すぐすぐ。軽くて。早い。あ、信号赤になってきた。いや、あれ、トップスト乗った後にすげえ振動が伝わってくる。そりゃそうか。ツークリックガンシング。あ、すげえな。やっぱ軽いね。軽い。エモンドによく似てるかも。でも重い。重量ずっと感じます。まあ坂だとね。しかも2本目だしね。エディさんからキャノンデールのクイックネオを借りしました。さあ、Eバイクの力を見せてみろ。おーおお。すでに進むよ。すでに進むよ。楽ちん。これパワーいいやつだけど。ツアー、スポーツ、パワー。ああ登る登る。すごい楽。おお気持ちいい。あはは。超楽超楽。スイスイ。
当たり前だけど一番楽すごい坂を平地のように登っていく。乗り心地はやっぱりトップストーンカーブレフティの方がいいね。カーボンフレームだしサスペンションついてるから。この子はアルミフレームでサスペンションついてないので、タイヤは結構太めなんですけどね。まあそれでもトップストーンよりは細いんで乗り心地は若干劣るかな。まあでもそんなことどうでもよくないぐらいアシストがすごい気持ちいい。つまりあれでしょ、トップストーンの E バイクバージョンがあるじゃないですか。そいつにはあのトップストーンにこのユニットがつくんですよ。すごくないですかもう最強の組み合わせと言っても過言ではないもうどんなに仕事で疲れてても家まで帰ってこれる、そんな自転車ですね。トップストーンだったら E バイクもありかなと思いますね。むしろトップストーンにこそ E バイクというか、この電動のボースのユニットをつけてほしいなと思う。まあ実際もうあるんですけどね。で意外とトップストーンって結構値段お高いんですけど、 E バイクのトップストーンって内容考えると意外と安いんですよね。トップストーンの E バイク乗りたくなったね。これはもしキャノンデール横浜ベイサイドにトップストーンの E バイクが試乗車で出てきたら僕は乗せてもらおうと。ほら僕一応マナミ君とかドードさんに憧れて自転車始めましたけど、フィジックレーンも全然遅いんで、まだまだ全然友達についていけないので早くも E バイクを導入するっていうのもありかもしれないですね。カメラカーとしては最強なんじゃないかな揃いました。いやめっちゃ楽超楽、最高に楽スペシャルのターマ君に近いかな。ターマ君のなんだっけ、 S ワークスじゃない方の方にすごいよく似た乗り心地を感じますね。だから乗り心地がいい自転車が欲しい人にはちょっとあれだけど、何でもこなせるオールラウンダーっていうのはやっぱり畳ですと一度急性はまずまずだね、この子回ってきました。はい、キャノンデールトップストーンカーボンレフティに乗ってきました。いや予想はしてましたけど、予想以上に乗り心地が良くて、もうこれ欲しいなって思いましたねまたかよって思うかもしれませんが、やっぱあれですね、僕の中で今まではこういう系の自転車だとドマーネが一番乗り心地良かったんですけど、ドマーネをこいつは確実に超えてきましたね。まあジャンルが違うのとタイヤが太いのもあるので、いろいろなんだろう、ドマーネにちょっと不利な点はあるんですけれども、やっぱりドマーネはやっぱりあくまでロードバイクの中で乗り心地をよく上げてるに対して、こいつはもう本当にもうマウンテンバイクみたいな感じですね。マウンテンバイクをすごい軽量化していろんなところを走るようにしたっていう、そういう感じですね。でそれにドロップハンドルをつけたっていう表現が正しいのかなっていう思いましたね。もちろんマウンテンバイクに比べるとそのサスペンションのストロークとかはかなり小さいんですけれども、正直グラベルを走る意味ではそれぐらいで正直十分で、もう街乗り走るようだったらもうタイヤも 47C がついてるので、もう段差も全然気にならないし、マンホールとかそのデコボコとか走っても全然衝撃はまあ伝わってくるんですけど、すごい気持ちよくいなしてくれるので、逆にちょっとデコボコしたところを走りたくなるっていう非常に面白い自転車でした。はい、まあ値段はかなり高いんですけれども、その値段まあ出しただけの価値はあるかなと僕は思いますね。あとフロントシングルなのまあ初めてではないんですけど久々に乗りましたけど、楽ですね。やっぱりフロントディレラーがどっちにあるのかっていうのを気にしないでチェンジができるので、単純にもう右手だけでこうギアをカチカチいじってやるので、正直この11段だけでも全然こと足りるというか、まあ街乗りで走る意味ではそんなにスピード出したりとかすることはないので、
まあ正直これで十分かなと思いましたね。はい、で前が 40T で後ろが 42T がついてるので、かなりギアを軽くすることもできるので、まあ、激坂が来ても全然大丈夫で、まあ、確かにあのさっき乗ったスーパー6に比べたら重いんですけれども、正直あのこれぐらいの重さだったら全然間違いでは気にならないので、むしろ軽いなって思うレベルで、平坦だったらスーパー6と同じように加速できるので、そこは非常に面白い試合だと思いましたね。はい、あとこのフレアハンドル、このハの字になってるハンドル、これすごいあの下半が握りやすくて、あの下りとかで下半握るんですけれども、すごい安定しててすごい頼もしい感じがしましたね。僕の自転車もちょっと一部このフレアハンドル導入してみたいなと思いました。はい、ベタ揉みですけど、本当にあのベタ揉みしたくなるようなすごい自転車で、いやこれはかなりいいです。はい、間違いなくあのレースとかで使うというよりも、単純に自転車に乗る楽しさとかそういう面白さみたいなものを非常にあのよく表現したキャノンデールらしい自転車だなって思いました。うん、キャノンデールの自転車の中で正直一番欲しいなって僕は思いましたね。はい、あの値段的にはそのキャド13とかもかなりいいんですけれども、とりあえずどれが欲しいって言われたら僕はこのキャノンデールトップストーンカーボンレフティを指すかなと思いますね。はい、ちょっと e バイクバージョンの方もちょっと今後乗ってみたいなと思います。とりあえずキャノンデールトップストーンカーボンレフティはかなり良かったです。はい以上キャノンデールトップストーンカーボンレフティのレビューでした。途中でスーパーシックスエボにも乗せてもらいまして、スーパーシックエボだね。はい。乗り心地どっちがいいかとか、最近ちょっとロードバイク試乗しすぎてて若干ちょっとあの頭が混乱しそうなんですけれども、若干エモンダよりは硬いかなって思いましたね。はい。てかエモンダが逆に乗り心地が良すぎるんだよな。なんであの乗りふわっとした乗り心地ができるのか。まあ、おそらくシートポストあたりの形状がトレックはすごい独特の形状してるんで、そこでちょっとあの乗り心地が良くなってるのかなと思って。だからどっちかというとスーパーシックスエボの方がちょっと乗り心地は結構比較的硬めですね。ただ加速性能とかスピードの伸びとかすごい良くて、あのそこら辺はあのキャノンデールの他の、あのこの間試乗したキャド13に通ずるものがあったので、そこら辺はすごいなんか面白い試合だなと思いましたね。あとやっぱりキャド13に比べると重量が軽いので坂道ガンガン登れますね。はい、乗り心地もある程度はそのタイヤものクリアランスが結構ひどいので、もうちょっと太めのタイヤを入れれば乗り心地も改善できるので、そういう意味でもカスタマイズの幅が広いっていうのもこの自転車のメリットかなって思いましたね。はい、今まあこれ素の状態ですけれども、ここからあの乗り心地を変えたかったらタイヤを変えるとか、さらに軽量がしたかったらホイールを変えるとか、いろいろあのこの自転車をベースにいろいろなあのなんだろう、自分好みにカスタマイズしていく楽しさが味わえるのはまあこの自転車の魅力かなって思いますね。まあ唯一あの僕がちょっと気にする欠点としては、あのワイヤーがこう全部中入ってるので、ハンドルの曲げられる角度が結構少ないので、輪行するのは結構大変だなって思いましたね。あの間違いなくあの何でしたっけ、あの縦型輪行の輪行袋は間違いなく使えないと思うので、横型輪行袋専用になるので、この自転車を所有する場合は車があった方がもしかしたら便利かなと思いますね。はい、まあ逆に言うと欠点らしい欠点はそれぐらいしか見当たらないので、まあ完全にもうキャド13をまあ正常進化させたというか、そういう自転車になってます。まあ、キャド13もかなりいいんですけれどもね。うん、スーパーシックスは、まあ、あの何をするのかちょっと分からない人でも、まあ、レースに出たいとかそういう人だったら、まあ、全力を持ってお勧めできる姿勢かなと思います。もちろん普段乗りにも使えるぐらいの乗り心地はありましたので、そんな感じですかね。うん、やっぱりスーパーシックスはやっぱりすごいですね、やっぱり。はい。うん、アッキー君がこれを買ってくれることを僕は個人的には期待しております。はい。というわけで以上、キャノンデールスーパーシックスエボのレビューでした。はい、というわけで、はい、試乗してきました。トップストーン、トップストーン、どうだトップストーン。うわ、もうなんかね、マウンテンバイク、はるか昔にね、マウンテンバイク乗ってたんですけど、なんか蘇りました、その記憶が。あ、それに近いから。うん、まあ、だいぶ性能は上がってると思うけど、うん、本当なんかあの全然デコボコもなんかもう感じない、うん、ノーダメージでいける感じがね、懐かしいと思いながら乗りました。今日正直ね、あんまりその荒れた道とか乗れなかったので、そうですね、本当はあのもっとあのすごい砂利道とか、うん、もうデコボコした道乗ると多分こいつの進化が本当は発揮できるんだかなって。タイヤがえぐいもんね、これ。47C だから、ね、人プロフィールぐらいのタイヤがすごい、ね、もはやマウンテンバイクみたいな、うん、いや面白かったですね、うん、なんか音なんですね、これなんか
あのレフティー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 ない。フォークがない。俺フォークない。そう、あの片側しかついてない。うん、知らない知らない人はびっくりします。どれでついてる。石泳ってみたいな。泳ってなっちゃいますね。でも乗ってみるとね全然普通っていう。そうですね。全然全然。むしろサスペンションがついてるから。うん、全然左の方が重いんじゃないかと、そういうのないですよね。もともとね、自転車ってクラック右側についてから右側の方が重い、うん、むしろこっちの方がキャノンデールとしてはバランスがいいっていう。あ、これでこれちょうどいいぐらい。そう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 、プラマイゼロになる。そういうことなんですね。あとまあこれクラックがあれば自転車どうしても右側の方が若干重くなる、うん、それをそうですね、これで操作してるわけですね。そう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 。なるほど、頭いいなキャノンデール。それがキャノンデール、うん、キャノンデール頭いい。スーパーシックスの方はどう。スーパーシックスの方はですね、向こうに向こう行っちゃうよ。こっちスーパーシックスね。スーパーシックス。はい。もうあのレーサー、レース仕様、完全にレース仕様。もうあの冬はこれだけシャーン、ビューンって言ってくれる。ぜひアッキー君にも乗ってほしい。アッキー君とかね、ヒロさんとかにもね、乗ってほしい。もうレース志向の人に乗ってもらえる。我々あの賓客にはね、ちょっとあの魚の持ち腐れな感じがあるけど、楽はできるけどね、楽はできるよね、軽いから、まあ、そう、砂糖ももうスポーツに乗ってくれるから良かったですね。うん、でも楽しかったですね、うん、本当に、うん、どっちゃけどっちが、そうだな。でもやっぱりね、ここ最近はね、昼から寄りなんで、やっぱりこっちああ、軽い方がね、軽い方がやっぱり断然好きかなっていう、うん、ちょうどあれだよね、あのルーベとエモンダみたいな感じだもんね、うん、将来の会社の、うん、タイプ的には似てるから、まあ、ちょっとあいつはルーペを超えてるかもしれないけど、ちょっと重かったかな、だいぶね、うん、やっぱり坂をね、登るとなんかちょっとあっちは不利かなっていう。平地はでもすごくスーッとあの安定していってくれたので良かったんですけど、うん、坂になるとちょっと、まあ、急に来ますね、タイヤ太いから、まあ、そうだから裏技であれ 25C にすると超軽くなる。あ、そうなんだ。タイヤ軽くするだけで全然軽くなる。へえ、いいですね。結構ね、これもやってみたい、試してみたいですね。うん、面白かった、スーパーシー面白かった、面白かった、うん、キャノンデール気になる方はぜひとも、うん、こちらのキャノンデール横浜ペイサルで試乗してみていかがでしょうか。クーマさんと一緒につながってる。はい、乗ってみてください。楽しみです。今度ね、僕ね、これ乗りたい。このトップストーンの E バイク。E バイクなのか。そう、これ E バイク。出たよ。今日はあのクイックも乗ったんだけど、うん、あのめちゃめちゃ楽だったから、ただでさえ楽なトップストーンに、でこれがさらに E バイクになったらもう無敵じゃん。無敵。これはもうお手の物。そう、坂も行けるっていう。だからあの重さはちょっとネックやさっき言ったと思うんだけど、そいつが弱点が克服された。なるほどね。無敵ですね。無敵バイク、無敵バイク。しかも値段もね、E バイクだから意外に安いんですよ。40万。そう。トップストーンのレフティとかすげえ高いんだけど、うん、あんま変わんないんですよ。なるほどね。そうそう。いやー、面白いそうですね、これもね。だからね、今度あのもし試乗車ができたら、今度このトップストーンの E バイクに乗ってみたらとか。うん、多分最強。最強。競技には使えないけど、もうの普段乗る分だったら多分間違いなくこれを超えるバイクはないんじゃないかと僕は思ってる。ホビーユーザーに。そう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 。ヒヨさんにもこれがついてくる。ヒヨさん向きになるだろうな。トップのさ、走ったら、アッキー君とヒヨさんがレースしてるんですよ。それをこいつで追いながらカメラに追えるわけよ。カメラカーとしても使えるっていう。そういう意味でも欲しい。二人相当向きになってチクショーってなったんだけど、カメラカーとしてもいいですよ。撮れるじゃん、後ろから二人のバトル、うん、そういう意味でもさ、YouTuber としてはありがたい。そうですね、まあ、カメラ車としてはいいよね。そうだからちょっとこれもね、こういうのに乗ってみたいなと思います。はい、楽しみですね。クーマさんシリーズね。クーマさんシリーズね。クーマシリーズね。行きたいと思いますね、今後ね。これ僕だ、3年目ぐらいだから業界名はぜひともこれに乗りたいな。キャノンデールといえばクーマさん乗っていきたいなと。大丈夫、 S ワークスも乗れるよ。あ、そう、そっちもある。そう、クーマさんのスペシャルライズとか、スペシャルもあるから。そうぜひスペシャル興味ある方って、うん、クーマさんこんな感じですかね。はい、こんな感じです。楽しかったね、やっぱり。やっぱ市場みんなにやるのがいい。うん、はい、はい、というわけで以上、太陽と、はい、アシスタントの山形凛太郎でした。はい、それでは時間でお楽しみに。じゃあねー。横浜ベイサイドのスタッフからマナバーをいただきました。補給食です。なんかこのお店一押しの補給食らしいので、ちょっとどんな味なのかちょっと確かめてみたいと思います。ちょっと食べてみよう。ちょっと待ってね。どんな感じなのかな。こうやって、あ、こんな感じ。知ってる
ピント顔で。いただきます。あ、レモンの味が効いてて美味しい。なんだろう、ホワイトチョコレートにちょっとほんのりレモン味が入ってる感じ。すげえ美味しい。ちょっと走行で疲れた、疲れました。横浜ベイサーズありがとうございます。